小樽で、ね、買ってきたりしたんで、これ、買ってから、本当に調子いいのよ。もうだから阪神カップもね、まばきゃんって言ったりとか、おいで、ちょっと、危ない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 、いや、もう大変でしたよ、今回。だってもうこの散らばり方で分かるでしょ、この新聞の散らばり方で。そんなに変わりますよ、これは一緒だもん。変わってる、向こうまで行ってるし、あっちまで行ってるし、もう大変でしたよ、もう。どうですか、こういうのは。いやもう高木さんの番組で ねこういうのなかなかないですよね。ないの、じゃあこんなの、だなんでさ、自分の番組で罰ゲームしなきゃいけないのかよくわかんないし。だから新しいね。そうそうそう。あるんだよ。新しいさ。ダニエルズ呼んで偉そうにしてる場合じゃない。そうそう。ダニエルズ超面白いで見てらんないって気使わせんだろ。そう。ただ気使わせてるだけ。気使わせんだよもう。ダニエルズ大好きなんですよ。いや俺も大好きなの。そうなの、ね。それを台無ししたんだ。俺台無し。タイタンのお前。えどういう感じにすればよかったの。やっぱりだからやられた方がいい。そうそう。だからダニエルズにも最初から持って、うん、そう出させる。ありがとうございます。どうも、ジトリーです。もう鬼滅の刃だね、このイノスケみたいな。だからコンビで来たら挟ましてやんな、お互い。その時はどうなの、こっち側にやっぱり2人となんかそうでしたね。もうすでに挟ましてこう、そうそう、あ、ちょっと俺も二刀流でやっちにちょっと刺激されて、あ、やっぱり年取っても頑張んないよね。別に俺そんな頑張ってるわけじゃない。罰ゲームマスターですから、昔からね。いや、ほんとひどいよね。すごいんだよ、ネタ帳にパーって書いてあって、会議の時必ず1個ずつ行くよ、ヤシオラーメンとかさ。全部やりましたからね、家賃の採用をしましたから。さすが、これから来年ももう無限大ですよ。ちょっとまたお願いします。ほんとね、俺ってきてほんと疲れた今日。ほんと疲れたもん。あ、そう、うん、だって汗の量違うじゃん。疲れてないんですよ、そんなの。書いてないよ、ほんとに汗かいてるから。かいてるんですよ、もう汗かけるようなのしま、しませんね。ちょっと待って、これさ、番宣用の長いからだから喋るぞ。ごめんバカ。そうだよ、ごめんごめん。今回はですね、有馬記念の、反省会ね、はい、あとですね、年度代表馬を、俺的な年度代表馬を決めるっていうね、はい、俺たちの年度代表馬を決めるという形で、はいはい、ありがとうございます、ね。まあ、そういうところもありますので、ぜひとも見ていただきたいと思います。以上でございます。どうもありがとうございました。有馬記念は短めです。はい。これはブーマーと共演 NG なんですよ。まあさ、よそでブーマーをなんか悪口言うのやってて、なんかさ、落ちないもなんでもないんだよ。ブーマーやっていいや、笑うみたいな。本当に確かに受けてるのは事実だけど。ブーマーの名前が出て、ブーマーの話やめてください。俺、ブーマー嫌いなんですって言うと、100% 受けるんですよ。嫌な世の中だよ。もうすごいですよ。あ、そう。未だにね、みんな言うな、あちこちでまた使うから。すごいね。だから、でも、やっちんとも本当に久々、本当に NG じゃないんだけど、本当に NG。いや、俺は本当は NG ですよ。だから本当に合わなかった。なんで合わなかったの。俺がやってる番組に、一回ゲストに出てもらったんだけど、当然さ、金曜日に来て収録だとしても、うん、日曜日の住所に決まってるじゃん、うん、予想、うん、土曜の予想も来てない。それも呼ばれなくなったんだ、一回。当たり前だよ、そんなやつ。あの、競馬の予想の番組、はいはい、次いつかなと思ってた。全然だ。全然何にも本番喋んない。今日と一緒。あれだよ、多分今日も本番前にベラベラ喋って、ちょっとスタッフ行かしてたでしょ。この感じで一緒で、本番になるとあんま喋んない。大丈夫な。え、なんか伊勢さん、伊勢さんかして。いや、今日はこいつがいるよね。こいつがいるともうどうにでも。本当もうすぐ競馬の話じゃなくて、こちらの話。いや、その話はいいよ。その話も俺1回目出た時したから。したよりいいじゃん。もう1回そこまで小手なんだよっていうのをちょっとしたいから。せっかく一緒に。MC 困ってるからさ。MC じゃねえか。こう挟まれてさ、MC だよ。すごいな、まあ、出世して。だと冠ですよ、冠。まあまあ一応ね、こう建物さ、ね、まあ、ここはもうこんな感じでチームしてるけど、うんうんうん、すごいとこでやってるね。これもう本当にね、どうやって入り込むの。どうやって入り込むの。才能ですよ、才能。あ、気持ち悪い。いや、もう気持ち悪い。何この、気持ち悪いのはお前の方が気持ち悪いの。え、どうすんの、呼んでくれて。また罰ゲームやりたいと。いやいやいや、それで俺らは呼んだの。いや、そんなすぐそういうの。いや、そんな。やっぱり久々にね、うん、こうやって、はい、前回か罰ゲームやったんですよ、はいはい、ちょっと罰ゲームって、うん、ちょっと軽いリアクションですよ、うん、リアクション見事でしたよ。
やっぱ顔から表情から間から、うん、最高でしたよ、100点今1位だと思いますあ、すげえ。だって俺リアクション系 の、 あの構成とかもやったそう、全部今やってんだよ、番組。だってダチョウさんと出川さんのリアクションの伝道の構成俺ですからね、うん、その俺がリアクション1位つけてる、うん、マジで。お前さ、そこ行かに行けないよ、なんで。出川さんとダチョウよりお前の方がリアクションすごいんだろ。本当だよ。だからやろうか。ちょっと待って、ちょっと待って、そういうの振りいらないじゃん。やるだけでみんな見たがってるからさ。じゃあ、もし外れてたらとかにしようか。かわいいことでしょ。そうそう、それは。いや、もうちょっとどうか。そうそう、前回もそういう約束してたんですよ。外れたやつがそうすればいい。そう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 。そうしましょう。それならいいやん。どうかな。じゃあ、まあ、じゃあとりあえず、有馬記念。はい、タイトル言わない。タイトル言ってないですよ。お前さ、言えよ。いや、お前らがバー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 喋るからさ。こんな広げちゃうんだよ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっとやめて、もう、そういうのやめて。じゃあ行きましょう。タクミ嬢のここまで4回今年ラスト。ということですね。全く編集してないですよね。編集ポイントみたいにやってますけど、全く編集してないですよ、ね。お前のダメっぷりが一発見えてからですから。カンパケ。カンパケだそうよ、これ。いわゆるフィエールマンもディープの二次スキーで、二頭一遍に来てるから。ああ、そう。まあだからバーバーあったんじゃないですか。ああ、そうなんだ。そうそうそう。だからそれまでは来てないけど、一遍に来るときは同じ配。これミスタケがよく知ってることだけど。ああ、そうなんだ。一遍に来ることが。なるほど。そうそうそう。あ、じゃあ買おうと思えば買えたっていう。買おうと思えばだけどちょっと無理がある。無理が。ちょっと点数拾いないだしね。ああ、まあそうだそうだ。じゃあ前もうノーマーク。もうノーマーク。ノーマーク本命もどっか行っちゃってるし、2着もノーマーク。どうしようもねえ有馬だな。だサラキアを変えるかどうかが今回の有馬の、うん、一つのポイントなんだけど、まあ少なくともサラキア俺には変えない。何回やってもじゃ外れる。何回やっても外れる。じゃあもうダメだ。ダメだ。じゃあ、何がいいんだよ。何がいいんだよ。なんかひしひしと感じるんだよ。いやいやいや、もういいでしょ。いいからって。いやいや、見解とかどうでもいい人ってすごいよ。お前の見解はどうでもいいんだよ。うるせえよ。俺さ、すっかり忘れてた。なんだよ。オープニングでしなきゃいけないことすっかり忘れてた。オープニングでしなきゃいけないこと。オープニングでいつやったの？あのね、何でしょう。あのね、酒井のね、コメントが届いてる。酒井って酒井って酒井ってだから酒井誠司村の村船橋の違うよ。秀光もこの間連絡があったよ。ほんと秀光もこの間連絡ありましたよ。酒の酒井も数が付くけど酒井まさって違う違う純烈の酒井純烈の酒井、うん、知ってんのお前お前じゃんかんない何言われてんのお前何言ってんのドリスターだぞバカやろ。ほんとほんとコメントを読んでもらいましょう。はいね、あの読んでくれるのはね、メイクデビューだコメントを読んでくれる。うん、はい。普通VTR 俺 VTR 出んのかな。なんだよお前こんなもんはあいつの前作り込めんのかもしれないじゃないかよ。いやいや知らないよ。写真だよ。なんかあの、はい、番組でなんか今度知られるの借りれんの。この辺にほらあの卒業式のさあのダメだぞお前勝手に使ったら写真それも連絡しないとマネージャーに。本当じゃあのご本人さんご本人さん、はい、あのメッセージが来てるの。はい、分かんない。はい、電話していただきます、はい、紅白前のこのタイミングで、うん、匠と会うと運気が落ちるのが出演するわけないだろう。うるせえよ。それはそう。うるせえよ。まあそうだ。俺が出演するということは、うん、番組内で過去のお前の女性遍歴が披露されるけどいいだろうな。その覚悟があるなら年明け連絡してくれ。なるほどね。そうよ。いや本物だ。本物。それは本物だね。本物だ。違う。本物。あれからだってするとこないだろうお前。いやすることない。俺らと会ってないんだから。いや、おいちょっとそれさ今お前大変だよこの時代。この時前はまだ笑えてさ、グリーンちゃんで具材してたからね。いや、うまい馬券でそれは怪しいもんなんですよ。それまた怪しいんですよ。怪しくねえ。見たことないもん。怪しくねえ。いや、ちゃんとここにここにいたからそのうまい馬券のさ、いやあの母さん聞いてください。前回の放送見てないかもしれませんけど、あのこの人ね、その予想出すでしょ、はいはい、で、実際に蓋開けると違う馬券買ってるんですよ。いや、ひどい。信用ならないんですよ。昔からじゃん。ひどい、ひどい。なんかさ、二人で営業妨害いきなり。いや、営業妨害。いや、営業妨害じゃん。事実自分で自白してたじゃない。そうそうそう。もう一回 V 流してもらう？この手法や古いけど、そうそう、中山秀さんがやりそうな感じだけど、その時は VTR どうぞ。いや、私個人的に後ろが届くという予想だったんで、
ワイドだけ抑えました。皆さんにはハズレを教えて自分だけ当たったところ、ね、いや最低のプロだよな。それさ、じゃあそれさ、本当にさ、予想買ってくれてる人ね、本当に信用失うよ。次がワクチンでなんかちょうだいちょうだいってやるんだって。本当にブーマーバカにしてんだろ。本当に嫌いになってたよ。勝つちょっと言って。いや、そりゃそうですよ。疲れ、この年末の G1 行こうとも、ね、本命馬競争中止になって、いや、それすごいね。なんかどんだけついてねえんだよと思って。いや、ほんとだね。ちょっとしかもそこそこ人気でこっちの方が、いや、そうなの、出席か。で、例えば、はい、じゃあ右回りが初めてだったらしょうがない、はいはいはい、中山の経験もあって、確かにですから、うん、まあね、ちょっとだ、その怪我とかもされてるから、ね、大変なら分かりますけど、うん、だからね、あのそういう運がない人にはね、あのおすすめの、ね、石があるんだけどね、これ小樽でね、買ってきた石なんだけど、これあの買ってから本当に調子いいのよ。もうだから阪神カップもね、まぼきなんて言ったりとか多いで、ちょっと手入れといて。そう。ブーマーさんね、あの、ね、こう、カズさんもちゃんと痛くないように出てくれて。本当にないな。すごいな、お前。リアクションの天才だ。さすが。最後はですね、はい、今年最後ということで、うん、私的、年度代表馬を決めようじゃないか。はい、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 始めましょう。はい、ということで、ここから私的年度代表馬のコーナー。2回同じこと。いや、一応こうなんか仕切りでさ、ちょっとこう、いや、スネバットがいいんじゃないですか、まだ。じゃあ、いや、だってさ、その前にさ、ちょっと待ってくれ、俺がなんで罰ゲームか、そこがもともとさ、ミスとかなんだってさ、まずこれがミスでしょ。なんかどうしてた、あの7レースだなんだかんだ、あのグダグダと、あとダノンの下り、あ、ダノンの下り、ダノンの下り、どれ今ダノンね。おーい、おかしい、今の顔するね。おかしい、いい顔する、いい顔じゃない、最高だね。おかしい、じゃあ見てください。じゃあいや、ちょっと本当にゆっくりちょっとちゃんと行くとき行くって、これの心上って足乗せても大丈夫、大丈夫。じゃあこれ簡単なんで、はい、あのもしあのブーマさんもやっていただいて、いや、やらないよ。伊勢さんにやっていただいて全然大丈夫。いや、ちょっと本当にこの角度的にもこの辺で、この辺で。この辺でって何？まあ、ちょっと、どのくらいの、いやあ、ちょっと、バカなこと、いいですね、自分で倒れたよ、いいですね、で、自分で戻しましたよね、バレちゃうよね、行くとき行くって言って、行くときは行くって言いますよ、行くときは行くって言う男ですか、これ。おかしい、お前も香港で言ったんだろ、香港で久々、楽しかったな。違うんだよ、本当に誤解なんだよ。何もしてないんだよ、本当。でも楽しかったね。え、楽しかった。いや、楽しかった。うん、じゃあよかった。はい。聞くから、うん、ストップって。ストップ。こうなっちゃったから。こうなっちゃったけど。おかしい、早いよ、スイングが早いよ、スイングが早いよ。ゆっくり、ゆっくり。戻してください。
助けて遅い聞かないって言うわちょっと大丈夫ですか、あその辺からあちょっとあちょっと待ってちょっと何あそうそうそう強さはもうその辺その段5段階ありますあそう5段階あります5段階もちろん一番低速低速で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 分かりましょうダノンのことはごめんなさいで、はいお前のタイミングでダノンのことはごめんなさい。